さん、こんにちは。というわけでね、結構ね、僕ね、ゲームセンターに来てメダルゲームなどをすることが多いんですけど、スロットでもメダルが稼げるということで、今回は新公園にある、アドワーズさんにやってきたんですけれども、おそらくアドワーズの全店舗で開催されていると思われる5日間限定のイベントがございます。それがこちら、馬というね、ゴッドと馬をかけた。で、ね、基本ルールが100円で買った5クレジット、スロットって3クレジットで1回しか回転ができないので、要は1回ですね、100円で1回だけ。で、ゴッドゲームというのは当たりですね。赤の、1357V が揃ったら5000枚、ゴッド揃い、こういうね、ゴッド揃い、そのゴッドが揃うとなんと10万枚獲得できるかも来るので、じゃあね、10万枚目指していっちゃいましょう。ちなみにこの1回転目俺ね、はい、ということで、こっちに32クレジット、こっちに15クレジット約ね、1000円分が入りました。というわけで、ゴッド揃い狙ってやっていこうと思います。ではまず1回転目でね、このリプレイが揃うと、要はね、1回無料ってことで。当たるのがね、まずそもそも。キナナ揃えや、15くらいかな。そう。最近ね、YouTuber 市場が本当盛り上がってきてて、いや、やばくないですか、本当に。伸びるチャンネルの。伸びるチャンネルの。こういうのがうまい。こういうのがうまいよね。こういうのがうまい。要は15くらい入れたら300円無料なの。そう。ただ普通に揃っただけでもう5000枚手に入るから。そうだね。だって1000円でさ、5000枚買おうとしたら無理じゃん。そう、アドワーズに来たらなんか台が変わってたの。そうなんか家変わってて、配置があれみたいな。僕が、最近あったことなんですけど、を僕が分かりやすいように、なんか日記みたいなのをちょっとつけるようになったんですよ。で、そうなんです。おかげさまで、最近は登録者が1日で80人も増えてくださって、でね、僕は夏休みまでに、3万人、夏休み終わるまでに3万人いくのを目標にしてるので、よければ皆様応援してください。うまいね。見てこれ、もう25回転してるから。ほら、これがうまい。僕は本当にスロットもほぼやったことない状態なので、スロットということでお願いします。結構あれだね、リプレイとか揃うよね。結構揃いやすくはなってるんじゃないか。これでね、1個ステージっていうやつがあって、確かね、画像出しておくんですけど、4つぐらいステージがあって、今多分2番目ですね、これ2番目。やばい、もう残りが10クレジットしかない。果たして尺は持つのか。終わり。ショートゼロで終わるよ。やめよ。